波と水車ベトナムの小さな村のマイクロ水力発電。ドラム缶や竹製のタービンで作られている。比較的大きなタイプのマイクロ水力発電。町川発電所奈良県東吉野村、つくばね発電所青森県御所川原市、長橋溜池小水力発電所、マイクロ水力発電とは、小規模な水力発電である。小水力発電、小規模水力発電とも言う。 特に小規模な水力発電を意味する。例えば、用水路、消火栓、道路脇の側溝の水流、水道等々、様々な水流を利用して、自然環境への負荷が少なく、少ない出費で行うことができる。マイクロ水力発電に関して普遍的な定義が存在するわけではないが、一例として、再生可能エネルギー技術白書第8章ほかでは、 出力が1 0 0ットイン以下をマイクロ水力発電と分類し、出力1 0 0ットから1メガワットをミニ水力発電という名称で呼んで区別している。日本の現行制度上は2 0 0ット未満の発電設備で各種手続きが簡素化されるため、2 0 0ット未満のものを総称してマイクロ水力発電とすることがある。マイクロ水力発電の利点はダムも大規模な水源も 必要とせず、小さな水流であっても、比較的簡単な工事をするだけで発電できることに、ある。このため、山間地、トンネル内からの湧水、中小河川、農業用水路、上下水道施設、ビル施設、家庭などにおける発電も可能である。水力発電は、過去100年以上の長い歴史を有しており、技術上の課題はほぼ解決されている。しかし、日本においては、 複数の省庁によって様々な規制が設けられるため、長年にわたりその普及が阻害されてきた。いわば規制や、利権の歴史でもある。2010年3月31日に、総合資源エネルギー調査会原子力安全、保安部会電力安全省委員会、小型発電設備規制検討ワーキンググループが、取りまとめた報告などにより、経済産業省が所管する規制の一部、または、 全部が不要となったものの、一定の規模を超えると、資格者の選任、保安規定による管理等、規制が依然として残っており、規制によるコストがかかる。さらに、農水省所管の農業用水に関する規制、国土交通省所管の観光水利権にかかる水利使用の許可手続きなど、他の省庁の規制は依然として残っている。マイクロ水力発電は、系統連携を行い、 売電に使い利益を生むことも可能である。マイクロ水力発電の装置は販売されてもいるが、比較的安価に自作することも可能である。水車で構ついていた地域では、水車作りのノウハウをほぼそのまま水力発電装置の自作に活かすことができる。蓄電装置と組み合わせれば、かなり安定した電源として使うこともできる。マイクロ水力発電は、 水流のある場所であれば設置が可能であるため、エネルギーの回収にも利用できる。具体的には、工場。その落下する水流によって、羽車を回転させ発電を行うことで、電力としてエネルギーを回収することができる。2014年現在、日本では1設備あたり9キロワットの能力のあるビル施設内での発電設備が実用化されている。 マイクロ水力発電の大きな特徴は設置場所にある。装置が比較的小さいため、ある程度の水量さえあれば設置が可能である。重さわずか約1 3ラムで人が肩にかけて持ち運ぶことが可能。設置場所としては次のような場所がある。蒸気以外にも様々な場所に設置が可能である。山間部の傾斜地の速攻透水が豊富に流れている場所でも適した。 発電装置を選べば設置可能。また、洗面やトイレの洗浄水で発電する製品も実用化されている。水車のタイプは主に高低差で決定する。水車、発電用水車が詳しい。長所短所客中、北陸トンネルでは、毎秒180リットルの湯水を使っての実証試験をしている。また、国道162号線、京北トンネルでは、 視線誘導等を点灯させている出展、小水力発電システムメーカーウォーターウェコ、waterweco.com2019、e、年5月21日閲覧、ありがとうございます。